はい、どうでしょうか。
本当にあれだけやっぱり選手たちの気持ちがすごく伝わってくるわかるというか、ピッチに入ってみたかったんですけど、あの九州の皆さんのボールスピードですか、速いです。ボールスピードが速い、バスケ取れないですよ。なるほどなるほど。見てる以上にスピード感はやっぱ中に入るとありますね。さあ、そういうストロングポイントを起こしてるっていうことで、チャンスですよ。スラムスチャンス。吉井選手、もうちょっと優しくしてほしかったですね。でもそれは空気を切るような、そういう状態にもなってきてるかもしれません。現在、3回目の練習に立ってきましょう。どういう動きを変えるといいでしょうか。Thank you.
さあ、前座ということで、そう、非常に面白いですね。ゲームが疲れてますよね。皆さん、争奪が多いんですよ。どうなるか、どうなるか、変えることでしょう。さあ、CM は九州レジェンズでしょう。いや、これからさ、はい、応援会場としては、はい、群馬には九州レジェンズ、これで通らないということですよね。九州レジェンズで、ワンポイント締めてください。お願いします。さあ、今日はサマンタ氏が、カプセルの決めでドームを埋めたい。そして、グローリーズが開幕から2回目を埋めたいですという、そういうこともあります。九州レジェンズが有限コストマンオブの戦い、勝利を収めました。九州レジェンズもまた、こういったエキシビジョンで無敗街道を貫いていくかもしれません。もはや、後半は笑いが通されると思いましたが、全く分かってきました。
すごいです、すごいです。九州ディフェンス連続3対3。Thank you.
トリンホテル。J リーグ100年構想パートナー朝日新聞社、 J リーグオフィシャルエクイプメントパートナーアディダスジャパンモルテ、 J リーグオフィシャルブロードキャスティングパートナースカパー、スポーツ振興パートナースポーツ振興会社トト、オフィシャルチケッティングパートナーはビア。以上の私は今年の J リーグを熱くサポートいたします。 Ladies and gentlemen, attention please, attention please now. 本日のご来場いただきまして誠にありがとうございます。